14頭で争う今年のブリーダーズカップマイル。ゲートインを少し嫌がっていたアルケーディアンヒーロー入りました。そして大外枠14番のノースイーストバウンド入ってゲートイン完了。マイルの頂点を目指して14頭スタートしました。ゲートを手こずったアルケーディアンヒーローが抑えたスタートになりました。さあ先行争いは横一線です。大外枠からノースイーストバウンドが出てきました。ノースイーストバウンドが先頭に立ちました。内の方からアファームドサクセス、そして内ラチ沿いに青い勝負服、安田記念にも出走したムータティールと続いています。早くも各馬1コーナーに入っています。先頭はノースイーストバウンド、そしてアファームドサクセス。ノースイーストバウンドのリードが2馬身ぐらいに広がっています。最初の400は23秒台の後半です。ノースイーストバウンド、そしてアファームドサクセス、外の方から8分を続いています。さらにその後方はフォービデンアップル、ムータティール、ウォークライカダッグ、そしてレディースリン、アルティブル、ディスタントミュージック、インディアンロッジと続いて1番人気、そして人気を分け合っているウォーチャンとキングクガートが後ろからの競馬となっています。先頭は依然ノースイーストバウンド、アファームのサクセス続いています。ムータティールが内ラチ沿いに続いています。外の方からハップ、ようやくこの辺りでウォーチャンとそして人気のキングクガットが上位を争おうというところ。3コーナーから4コーナーを抜けて先頭は依然ノースイーストバウンド、ノースイーストバウンドが先頭、そして外の方からアファームのサクセスも追ってくる。そして人気のウォーチャンとキングクガットはまだ後方だ。先頭は先行2頭の争いになった。アファームのサクセスかノースイーストバウンドか、そして大外から出てきたのはウォーチャンとだ。大外からウォーチャンと、大外からウォンチャンと、まとめて差し切るのか、差し切るのか、ウォーチャンと差し切った、ゴールイン。ウォーチャンと差し切ってマイルの頂点に立ちました。